環境のせいにするな。やれ、お金がないなら稼げばいいじゃない。調べないんですよ。帰国子女とかすごすぎ。なんとしてでも留学する費用が欲しい。調べましょう、動きましょう。まずは本気ですよ。さあ、始まりました。まちちゃんです。さあ、今回はですね、環境のせいにするな、やれっていうのについて話していきたいかなと思いますね。まあ、僕のね、過去も振り返りながら話していこうかなと思いますね。まあ、勉強に関してね、やっぱやらない人多いよね。そして、まあ、毎日のように様々な質問が来るんですよ、DM も。で、これ来るんですよって言うと、また多く来るので嫌なんですけども。まあ、みんなね、言い訳ばっかりして、結局やらない、環境のせいにしてさ、自分がやってないだけじゃんっていうの山ほどある。そのね、来る質問だってさ、これ教えてください教えてください、そんなの調べりゃわかるじゃん、むしろあなたにしかわかんないでしょそんなの、みたいなのもいっぱい来るんですけど、例えばこの間ね、動画出して留学したカノンさんの話出したんですけども、毎回留学の話を出すとお金がないって来るんですよ、コメントに。お金がない、お金さえあればない、行きたいけどお金がないから。いや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 、それお金がないじゃないですよ、もう適当に考えてるだけですね。調べもしないで言ってるだけですよ。いやいやいや、お金がないなら稼げばいいじゃない。でも大体そうやって書いてる人って、そんなのさ、親に言ったらさ、出してもらえるんだよ。私は留学した時も一銭も親に出してもらわなかったですし、そう、調べないんですよ。やろうと思わない。留学なんて行く方法、まあ、うちのチャンネルも出てますけど、日本の大学より下手すりゃ安く行けるとこ、アメリカですらあるからね。で、奨学金もらえば全然余裕で行けるっていうとこもあるんですよ。でも調べないじゃないですか。今なんてネットでいろんな情報ある。遠く離れた人とコミュニケーションを取ることもできる。そんなのがない時代でも、自分はやったんですよ。自分でバイトして、留学費用貯めたし、エージェンシーに行って、聞いて、情報を得てきたんですよ。今だったらそんなネットでさ、直接留学してる人に質問することだってできるのにさ、そんなことすらやろうとしない。なのにできない、お金がないからとかっていう解消できる問題をさも深刻化のように言ってくる人が多すぎる。どうとでもなりますよ。私はね、もう高校生の時から一人暮らししてたんで、そうでしょ、食費とか全部自分で稼いでましたからね。アルバイトして、コンビニのバイトですよ。しかもこういう話をするとさ、いや、それはあなたが塾講師とかね、結構給料のいいバイトしてたから、だから留学行けたんじゃないですか、300万貯めて留学行けたんじゃないですかとかって言われるんですけど、そんなことないですよ。塾講師のバイトじゃ行けなかったから、そもそも。だからいくつも掛け持ちしたんですよ。で、まあ高校の時一人暮らししてて、まあ塾のね、講習のお金とかは自分で出して行ってたんですよ。当時なんてさ、800円あるかないかぐらいでしょ？千葉の高校生がコンビニで働くなんて。今はね、いいかもしれないですけど、今東京なんてさ、最低時給1000いくらだけどさ、そんな中でも一生懸命食べて、別に深夜帯じゃないですよ。普通に夕方働いてましたから。で、結局高校生の時は千葉大落ちて浪人するんだけど、千葉大 A 判定だったから、センター試験で。だから、かなりの割引がもらえたんですよ、ヨゼミからね。でヨゼミに行くのもまあ安く済んで、まあそこだけは親に頼みましたけど、ただ夏期講習とか冬期講習とか全部自分で出してましたから、10万超えるのかっていうのもバイト代から払ってましたよ。まあ、それでも大学入った時点で50何万とか貯まってたからね。とやろうと思えばバイトはできるわけですし、塾のお金がないとかっていろいろ言う人いますけど、貯めようと思えばできます。あなたがこうやってだって勉強しないでこうやって遊んでる時間計算してごらんなさい。それをバイトに当てはめたらできると思わないですか。でバイトしてでも受かりましたから、お金ないから受験校もすごい少ないですよね。だから自分自身早慶千葉大で行ったからね。まあ今考えたらね、それぐらい親に頼めばよかったなと思いますが、で慶応入って、帰国子女とかすごすぎって思って、これじゃダメだ、英語ちゃんとできるようにならなきゃいけないって思って留学を決意するわけですよ。まあバイトしたお金も、まあ飲みに行ったりとかあんましない人間だったし、飲みに行ってもバイトの先輩が出してくれてたから、まあお金は貯まる一方だったんで、でいろんな電化製品結構買っちゃったりしてたんだよね。で留学を決めてからはちゃんと貯めなきゃって言ってすごく頑張ったんですよ。で塾バイトしてりゃすごい貯まるじゃんって思ってる人いるんですけど、まあ週5、6行ってたのかな。でも塾バイトって拘束時間が長くて割に合わないっていっぱいありますよね。特に個別指導とかさ、時給もそんな高くないのに、で集団授業もそんなにあるわけじゃなかったんで、コマがね、でどうやっても足らないわけですよ。たくさん入ってるんだったらいいんだけど、ちょっとしか入ってない1個とかね、1授業しか入ってないとかだったら2000円とかしかなかったりするわけですよ、1日にね。で1日2000円だったら、そんなの普通のバイトで3時間とか働いた方が多くもらえるわけじゃないですか。そうだから塾も
いっぱい掛け持ちして、3つやってたのかな？ 3 つやって。で、夜は居酒屋だったりとか、夜遅いと時給高いじゃないですか。そういうのもやり。で、人材派遣でね、引っ越しだったりとか、イベントだったりとかね、そういうのをやり、まあ、とにかくむちゃくちゃ入れたわけですよ。この夏休みとか冬休みね、もうずっと働いてる。なんとしてでも留学する費用が欲しい。って言って、それを週7ですよ。週7やって、で、寝る時間をとにかく6時間。朝寝る日もあれば、昼寝る日もあるし、夜寝る日もある。っていうので、バラバラでやって、とにかくそれで、びっちりスケジュール埋めて、スーパーでもやりましたね。夜中はスーパーか。スーパーの閉じるのまでやってたもんね。でもぐっちゃぐちゃでね、もう毎日金縛りみたいな状況でさ、フラフラになりながらも、300万貯めたわけですよ。それで日常の費用は払ってるわけですよ。普段から食費だったりなんだりを全部自分のお金で払いながら、それで貯めましたからね。できるんですよ、大学生でも。今だったら時給高いから、僕の時なんかよりずっと楽に貯められるでしょうね。まあもちろんちょっと円安っていうのがあったりはするんだけど、留学に関しては。まあちなみに為替のこともちゃんと見てたんで、円高のうちに変えて、留学するだいぶ前に変えて、それで行ったりとかもしてたんですけど、そうだ、こういう情報を手に入れてたわけですよね。円安になったらやばいから円高のうちに変えておくとかっていうのも、調べりゃわかることじゃないですか、そんなこと。で、早いうちに変えといたし。で、結局余りましたからね。そう、300万で。まあ9ヶ月か。9ヶ月行って、それでも余って帰ってきたんで。できるわけですよ。だって向こうでね、アメリカ生活で一切働いてないですし、一切お金ももらってないから、仕送りとかもない状況でやったわけですよ。毎回どれぐらい使ってとかってちゃんと気にしながら生活してましたから、浪費なんか全くしなかったし、アメリカでも同じ服ばっか着てたし、髪は自分で切ってたし、高いものは食べないし、っていう風に生活したんですよ。それでも、何としてでも英語力を上げたい。英語ができるようになりたいっていう、その一心だけでやったわけですよ。いや、本気度が違う。飛行機だってね、自分でやってるし、学校の情報だってね、エージェンシーに行って、新宿にあるエージェンシーですよ。今でも覚えてますよ。そこに行って、いろんなパンフレット見てもらって、いろんな状況を聞いて、そういう努力してますか？なんで全部環境のせいにしちゃうんですか？別に4年生大学行くわけじゃなくてもさ、1年の留学でも、そんなの簡単に行けるでしょ。交換留学だったら別にその自分の行ってる大学に払えばいいだけじゃん。難しくないですよね。なぜ留学しないっていうのをお金のせいにするんですか？なぜ予備校行けないからとか、あれもこれもお金がないからって言うんですか？そんなことないから。できるから。それは調べてないからです。情報を得てないからです。調べましょう。動きましょう。まあ、今後ね、まあ、留学グランプリとかね、その留学したい人にお金出していくとかっていうのもやってきますけど、それだけじゃないですから、本当にいろんな道がありますから、調べましょう。動きましょう。まずは本気ですよ。本気になることが大事。自分はどうしても、慶応入って、予備高校になりたいって思ったから、一生懸命バイトして、バイトもしながらもう一生懸命勉強したわけです。そして英語が喋れない先生にはなりたくない。留学しなきゃって思って、必死でバイトして、必死で調べて、で留学したんです。そういったね、努力もしてないで、本気で目指そうともしないで、できない、できない、あれがないから、これがないから、助けてください、教えてください、違うでしょってことなんですよ。で、今自分があるのは、その本気になって動いたからですよ。本気でお金貯めたし、本気で調べたからです。もちろん、生まれた時の環境っていうのは、大きく作用するとは思いますよ。こういった努力をしないでもいけてる人なんかいっぱいいるしね、海外。いい成績取れるとか、いい大学入れる人なんていますよ。でも、それを嘆いてもしょうがない。自分にはそれがないんだもん。だったらそれを手に入れるために何をしようかって思うのが、それがやるべきことなんじゃないのって思うわけです。で、自分の環境恵まれてないからって言って諦めて勉強やめちゃうんじゃなくて、ああ、やっぱ無理だって思って留学行かないとかやめるんじゃなくて、動きましょうよ。はい。ちょっと熱く語ってしまいましたが、ぜひともこれを見てね、あ、動こうって思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひね、受験勉強してる方は勉強頑張ってください。そして留学目指してる方、ぜひ諦めずに頑張ってください。はい、ありがとうございました。Thank you for watching.